こんにちは、黒田和義です。どうもご視聴ありがとうございます。今日はですね、エンディングの引き伸ばし方を教えてください。これよくあるんですけども、最後ジャーンって伸ばした後どうすればいいか分かんないみたいな、そこが一番結構、そこさえ良ければ途中なんだかんだであっても逆になんかこうそれまでの失敗が帳消しになったりするぐらいの、価値のあるところなど、ぜひ練習していただきたいなと思いますね。はい、ここのフェルマーターってやつですね。これちょっと後で解説します。じゃあやっていきたいと思いますが、まずエンディングの引き伸ばし方でですね、まずフェルマーターってやつがこう引き伸ばすやつなんで、このマークとか元々の意味を覚えましょう。そしてシングルストロークで、まあ、テンポダウンしてこう演奏していくっていう形と、まあ、シンバルとバスドラムの連打、こういうやつ、ダドン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 ってやつね。で、あとロール、そして、まあ、タムと足の組み合わせと、最後、ドクドドン、のび太くんっていうフレーズで終わらせたりすることが多いんで、このぐらいのあたりを知ってると結構うまくできるんじゃないかなと思います。それではやっていきましょう。まずフェルマータですね、こういうマークなんですが、先ほどの最初のフェルマータっていう、このね、こうありましたよね、ここにフェルマータ。ね。これね、バス停っていう、バス停のマークなんですね。停留所っていう意味らしいんですね。なので、こう、物が走っていて、で、こう、停留で止まって、もう一回スタートするっていうイメージなんですね。だから、これだからこう、例えばスペインの最後なんかこうやって、ダー、ダラロン、ジャー、ダラロン、ジャーみたいな、あるじゃないですか。こういう時にこうやって使います。で、エンディングとか一発だったりすることもあるんですが、ということは、こうバス停の感じなんですね。なので、イメージ的にすごくわかりやすいのが、ハッピーバースデーという。ハッピーバースデー、リアなんとかちゃん。バスが止まったみたいな感じになって、ハッピーバースデーという、これどれぐらい長く伸ばすんですかって、この空気ですね。なんとかちゃん。どんだけ人が乗るかわかんないけど、全員乗って、さあ、もっぺん動こうっていうのをみんなで確認したら、ハッピーバースデーという、低くなっちゃったけどね、っていう風に歌うでしょ。だから、こう音を2、3倍伸ばして、2、3倍ってどれぐらいですかって、そういう感じ。イメージ的には、フェルマータのイメージはこの感じですね。なので、一回、こう止まって、ダーで一回止まって、ゆっくりになって止まっていく感じ。で、またスタートして、また終わっていく感じっていうのが進むっていう感じですね。では、シングルストロークで、まあ、テンポアップダウンという形ですね。大体ね、リタルダウンとしますね。ね、こういうやつ。シングルストローク。だから、一回こう、ぐっとちょっと加速して、で、だんだんゆっくりする感じがあると、でやるとなんかうまいこうフェルマータな感じのイメージになります。これだ、まあドールでも全然いいですね。なんとなくシングルに切り替えて、で最後こう一回止まっちゃって、でもう一回でやることがすごく多いですが、トロロンで終わっちゃっても全然構わないです。では要はバーンって伸ばして止まる感じね。急に止まるんじゃなくて、グワーって伸ばしてこういう感じが欲しいわけですね。フェルマータっていうのは、シンバルとバスドラムの連打、これが一番定番なんですが、こういう感じですね。タロドロンってやつは最後のび太くんってやつでちょっと練習しますが、この感じですね。バスドラムの方が大事です。よくあるんだけど、っていうこう吹奏楽の女の子たち結構これあるんですけど、ちゃんとバスドラ踏みましょう。バスドラがあればなんとかなるでしょ。バスドラの方が大事ですね。はい、ということですね。ロールの場合は、まあまあダブルストロークとかプレスロールとかの場合は、こうロールあとシングルの方がまだいいんで、まあ途中でシングルに切り替えてもいいんですけど、ロールの場合は音量の上げ下げで調節しますので、っていう感じね、っていうやり方もあります。タムと足の組み合わせ、手手足でいろんなところで手を、これまた他でちょっと特殊しますけど、でこれをね、右左足右左、で大体
ここ担当でいいんで、右手だけいろんなとこに。こんな感じのイメージですね。だからこれを高速化する。という感じのやり方ですね。のび太くんっていうのがスニアドラムを右手で、ハイハット、ハイタムを左で、フロアタムを右で、これでのび太くん、これのび太くんのところに向かう装飾なんで、足がなんとかなればなんとかなります。だからここがどんなに速くてものび太くんって聞こえるように、これね、グループレッスンでやるとのび太くん楽しいから、あっちこっちでのび太くん聞こえて、のび太くん禁止令っていうのが出るんですけど、もうのび太くん禁止みたいな、のび太くんっていう風にやります。これは最後の締めです。のび太くんはここのスニアだけでもやってもいいです。これ別に4つでも、できすぎくん、できすぎくんでもいいですね。で、2つでもいいね、こういう感じで、こういう風にやっていただければいいですね。そうするとこう複合でやると、最初にやったやつが、タムの連打でしょ。で、だから行ったり来たりする、あ、まだ終わらない。じゃあロール、感じでやっていただければいいかなと思います。じゃあ、まあ、最後の、このエンディングの場合はドラムがどんどん引っ張ってって、やりたい放題の方がかっこいいです。だからみんなでこう合わなかった合わなかったら思いっきり最後ドラムがもう俺が最後で音出して終わるんだぐらいの感じでやっていくと、うまくいくと思います。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。